はいどうもこんにちはクレです、よろしくお願いします。さあということで今回は覚醒ウェンデルケン選手初紹介やっていきたいと思います。はい、ということで先日から来ているですね、覚醒助っ人外国人で登場しているこのウェンデルケン選手、本名ジェフリー・ベンジャミン・ウェンデルケン選手、使っていきたいと思うんですけれども、まあぜひですね、あの覚醒助っ人外国人については1本あの解説動画出してますので、まだ見てないよという方はぜひこちらも合わせて見ていただければと思うんですけれども、まあ僕はね真っ先にこのウェンデルケン選手選択の1枚目で取れました。でちょっと限界突破はねまだ進んでないんですけれども、とりあえず、特訓マックスレベルマックスまで上げてきました。でもそれでももうスピリッツ4000近くて、でなおかつ純正で今回やっていこうと思っているんで、まあ極みコンボも出るという条件なんで、まあそこまでね圧倒的スピ負けみたいな感じにはならないかなと思っています。でウェンデルケン選手球種がね結構面白くて、まずやっぱり1個特徴がまっすらですね。まあこれグランドオープンから追加された、まあ、新球種という扱いでね一応なってるんですけど、多分157キロって今持ってるピッチャーの中では最速になるんじゃないかな。ベイスターズ投手陣で見てもまっすら持ってる選手はまあいないんで、まあこれはね1個アクセントになるんじゃないのかなと思っています。で球種それぞれスラーブ、シンカーも変化量4と、でまあ D カーブも4でツーシームがいいと、まあ欲を言えばツーシームもうちょっと変化量大きかったらより強かったかなという感じではあるんですが、まあ純正投手陣で見た時には、まあ、ベイスターズ純正の中ではかなり、まあ、ありがたい存在と言えるんじゃないかなと。でもあとは12球団の方で見ても、まあ、中継ぎ投手って何枚いても困らないですし、まあとりあえずね枚数が欲しいという方にとっては即戦力になってくれるんじゃないのかなと思います。で特殊能力はこの3つなんですけど、今ですねコイン大枯渇時代が来てまして、ちょっと超奪三振20丸だけ上げてません。まあ2走追い込まないと出ないんで、まあまああんまりね、まあ他の選手でも上げなかったりする時あるんですけど、まあ一応キレと打たれ強さは上げてきてます。まあ特能めっちゃ強いってわけではないけど、まあまあって感じですかね。はい、てな感じで、まあとりあえずウェンデルケン選手1回軌道確認行ってから、まあランク戦でね早速試していこうかなと思います。じゃあ早速本編どうぞ。さあてことで、ウェンデルケン選手早速ですね、ちょっと軌道確認からやっていきたいなと思います。まずまっすらからいきましょうか。まっすら157キロ、おおおおお、あ結構スッて動くね。えこのスピード感だったら結構相手目線いいんじゃない。床田選手のまっすらって何キロだったっけ。だいぶなんか違う動きに、まあ違う動きではないけど、まあ C あるのもしかり、結構動いてるようにピッチャー目線見えなくもないな。いいね。でシンカーが、4ですね。4あるんでこれね3個の投げ分け、まあ、よくあの増田選手とか石川 M 選手とかロッテのね使えるシンカーなんですけど、これは結構いいかも。うん、変化量がちっちゃいとこれなかなか使いづらいんですけど、まあこういう投げ分けができるのも4あるからこその強みで、スラーブですね。 OK、 タイピンやったらより強かったけどね。まあでもドロップカーブも4あるんで、まあでもあとそうだね、ドロップカーブなんでこれ変化量どこから落としてもどっから投げても変化量が一定なんで、まあそこも強みではあるかな。うん、いいね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 。まあこれでパワーカーブだったらなお強かったね。まあまあでもそこまでの贅沢はちょっと言わないでおこう。とりあえずとりあえず、まあそれなりに強い能力で出してくれたことに感謝。でまあツーシーム、まあ今ちょっと何気なく投げてましたけどこんな感じですね。まあいいなんでそこまでって感じですけど、これセカンド誰だ、左利きだったぞ、ペイトンでした。さあということでやっていきましょう。本日のランク戦でございます。お相手小峠の兄貴さん、対戦よろしくお願いします。さあ久々にピッチャー界で高校が引けました。いいっすね、行きましょう。まあちょっととりあえず先頭を、清見ベスターズ魂ナイス、先頭を打ち取ったら変えます、もうすぐ使う。お相手の打率は4割ちょいぐらいでしたね。そういえばなんかあの球審祭が来るらしいっすね。ドーム球場 VS 野外球場らしい。どっちにしますか皆さん。僕はまあハマスタ派なんで、まあ、ハマスタがやっぱ一番好きって考えると屋外球場かな。変えます。さあ行こうエンデルケン。いいっすね、打たれ強さ。打たれ強さって常時か、打たれても動揺しづらいみたいなね効果なんですけど、ちょっととりあえずじゃあまっすら行きましょう。ギュイン、あーそっか、ちょっと待って、逆だ、そっかそっかそっか、こっちか、ツーシームの方を意識してた。こっちからいいね、外から入れていく。で進化いこうか。いやーこれちょっと配球難しいタイプかもな。はい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 、うーん、でもう一球進化、これギリボールになるとこで、
あーちょっと入っちゃったけど、まあ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 いいでしょう、芯外してるからよし。さあお相手坂倉さん、とりあえずツーシームいくか。ツーシームいいよ、どこで使うかちょっと怖いね。うん、まあでもまっすらがね、もともとのあのなんだメルセデスストレートみたいな感じだったらより強かったかもしれんけど、左バッターあんま効かんかもな。どうだろう、あんま振ってくれないねこれ。あーでもまあ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 、これでもね坂倉さんヒットなんで、あーこれ坂倉さんが強いっす、はい正直。いやーなるほどなるほど、右バッターの方がまっすら効くんかな。右ピッチャーのまっすら持ちってあんままだね対戦したことなくて、僕もあんま分かんないっすね、ちょっと打者目線が。よしオッケー、よし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 、いいね。まあゼロで抑えればよしです、はい。まあ、ちょっと配球は探り探りいきましょう。さあということで攻撃いきます。お相手先発のなんか山岡さんの A ランクだったんだよね。これナックルカーブにシンカーあり、これちっちゃいな。まあ、実はですねウェンデルケン選手も YouTube やってるんですよ。まあ、バウアー選手のね YouTube がすごいいろんなところで話題になってめちゃめちゃバズってるんですけど、まあ、この間もあの京セラでね普通に投げた2日後かなに感染しててね、また話題になったりもしてましたけど、実はウェンデルケン選手も更新頻度そこまで高くないんですけど YouTube やってて、でまあ内容的にはバウアー選手と同じように Vlog なんですけど、結構あの奥さん視点の映像とかも多くて、動画の入り奥さんからだったりとか、まあ、ファミリー的な感じで投稿してるんで、なんかちょっとまたねバウアー選手の Vlog とは違った面白さがあるんですよね。まあ、翻訳とかはね使ってないけど字幕があるんで結構見やすい。これもボール、ちっちゃ。これもボールか。いやまあ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  A ランクなんだよね、これも飛びますと。オッケーオッケー、多分普通にウェンデルケンで調べたら出てくるんで、ぜひウェンデルケン選手の YouTube もご覧ください。結構ほっこりする系かも。でねウェンデルケン選手まあこの間のね登場したその助っ人外国人解説の動画でも言ってるんですけど、まあ、ここまでねこう勝ちパターンとかじゃないんで、めっちゃ目立った活躍っていうところでは、まあ、他球団ファンの方とかからね見ると、まあ、ないんじゃないかなと思うんですけど、実はもともと持ってる実績というところでは、これもボール球ヒットだらけ、ごめんちょっと相手に申し訳なくなってきたけど、まあまあまあいいでしょう。そうめちゃめちゃね実績がある選手で、メジャー通算144試合登板、しかも全部リリーフでっていうね実績があるんですよね。ちょっと何年だったか忘れちゃいましたけど、トミー・ジョン手術ももうすでに経験をされてて、で1年投げられなかった期間とかもねあったみたいなんですけど、でも最近あやったトミー・ジョン手術をもうしてる選手がなんか評価がね上がってったりしてるのもあるらしくて、例えばまあそうだな、前田健太選手とかメジャー行ってからトミー・ジョンした例とかあると思うんですけど、まあ、トミー・ジョン済みっていうのがねなんか意外と評価、まあちょっと言い方的にいいのか悪いのか分かんないですけど、まあ、でもそこをもう乗り越えてるっていうのもね一個大きな魅力と言ってもいいのかなというとこなんですよね。よし、いや宮崎さんゲームでも絶好調です。いやでも本当にねベイスターズ投手陣今めちゃめちゃ助けられてる。2年前とか、まあ、それこそ去年とかも、まあ、1点ビハインドの試合とかでも中継ぎ投手勝ちパターン使わざるを得なかったりとか、まあ、今でもそういう試合ってまあなくはないんですけど、登板間隔空いてたりとかね、でもなんかそういう場面とかで点はやりたくないけど勝ちパターンも使いたくないみたいな試合で行ってくれてるっていうのがすごいね頼もしいですね。だし、まあ、これからちょっと勝ちパターンの選手とかもね疲れてきた時なんかは、まあ、登板勝ちパターンで出てくるとかっていうのもね全然あるんじゃないのかなと思ってます。さあてことで2イニング目いきましょう。ウェンデルケンしっかり締めてもらいましょう。じゃあドロップカーブいくか。さっきの回ドロップカーブ多分投げてないよね。はい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 。スラーブの使いどこむずいな。スラーブとなんか進化うまいところ視点合わせていけないかな。この辺とかでこの辺に進化ってあんま投げないじゃないですか。あーいやでも、うん、まあ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 結果抑えてるからよし。あんま嫌じゃないだろうな打者目線。まっすらだな、まっすら。結構まっすら軸でも面白いんじゃないかなと思うんですけどね。まっすらギュイン、よし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 、オッケー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 。それ振らせたいね。ちょっとライドラだと持ってかれそう感があるが、高め高速進化、真ん中かな、これ真ん中高速進化、よーしオッケー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 。ちょっと多分今のはカーソル下に入ったパターンかな。さああと1個、スタミナ的にはもうでも16球で結構もうしんどそうだね。こんな感じ、17球で今このゲージ
よし、OK、完璧、素晴らしい、十分ですね、うん、これができるピッチャー合格です。ベイスターズ純正必須です。絶対取ってください。お、ヒーローインタビューや、ウェンデルケン可愛い、あ、どうした。